皆さんこんにちは、きなこっこです。今日はですね、前からフォロワーさんに見たいって言ってもらってたオタ活グッズの収納などを紹介していこうと思います。ちょっと長く私のことを知ってくださっている方はもうご存知だと思うんですけど、アニメやゲームなど結構昔から好き で、その中でも歌っぷりとヒロアカ、あとバンプオブチキンとかも好きなんですよね。で、私韓国系インテリアとか、なんか結構ナチュラルなお家とかも好きなので、色鮮やかなオタクグッズとか収納どうしてるのってすごいいっぱい聞かれるので、淡色系のお部屋作りたいけど推し活グッズとかどうやって収納したらいいかわかんないって人がもしいらっしゃったら、少しでも参考になれば嬉しいです。というわけでレッツゴー。ということで、まずは飾っているグッズについて紹介していこうと思うんですけど、うちリビングにこういう大きめのキャビネットみたいなのが1個あって、でこの上にいろいろ飾ってたりします。でこの中にグッズが4つあるんだけど、どれかわかるかにゃーん。ティッ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 。正解はこちらの香水とこちらの本でした。これね、裏向けるとね、CD と台本が入ってんの。歌ぷりのね、グッズね、おしゃれなやつ多いから、そのままインテリアとして飾ってたりします。でこれね、香水もね、ちょっと私の動画見たことある人もいるかもしれないんだけど、こんな感じで他の香水たちと一緒にさりげなく飾ってます。この両サイドが、こんな感じで漫画や DVD などを収納してます。この棚はね、Amazon で買ったんだけど、結構奥行きが広くって、漫画も前後で2列ぐらい収納できるぐらいには結構広さがあります。で、ここのね、高さも結構ね、しっかり高いから、ね、最強ジャンプとかね、ちょっとでっかめなんだけど、それもね、収納できたりします。で、下の部分は保育士時代に使ってた本とかが収納してあります。ちなみにこれもね、歌っぷりのグッズ、かわいいよね。で、右側はこんな感じで、左側はこんな感じでーす。こっち上の方は普通にお客さんが来た時のコーヒーとかのストックが置いてあるんだけど、下部分は結構 DVD を中心に収納してます。これ奥の部分は漫画を収納してるんだけど、ここら辺は歌プリの DVD があったりとか、でこっちも歌プリの DVD と、あとここはバンプの DVD と CD が多いですね。で横のところはこういうパンフレットとかを、この映画の特典とかね、もう全部ここに収納してます。でここが私の作業デスクになるんだけど、ここにもいろいろお気に入りのグッズを置いてます。ちなみに机は無印の机を使ってます。でこのマサトのコースターが入ってるこれは3コインズで買いました。この顔が私本当にめちゃくちゃ大好きで、美しすぎて癒されるんよね。で横にはこう闇落ちしたデククのフィギュアがいて、でこの上の部分ですね、でこれも無印で買った壁につけられるやつなんだけど、ここにもお気に入りのアクスタを載せてます。結構ね、幅がね、こんくらいあるから漫画本とかも多分飾れるんじゃないかな。ちなみに横のこのイラストは高校の時の先輩が描いてたやつをいただいたような気がする。で、ぬいたちの収納もめちゃくちゃ聞かれるんだけど、我が家はこんな感じでカゴに全員入れて収納してます。でも最近ちょっとギチギチ気味だから、ちょっとカゴを分けるか検討中。で、ちなみにね、こんなところにもね、こっそりヒロアカのグッズがあったりします。で反対側のところはペンラコーナーにしてます。このペンラ立てはね、セリアで全部買ったんだけど、取っ手についてるこの紐とかもね、全部ここに綺麗に収納できるから結構お気に入りです。でこのリングライトの収納もセリアで買いました。これもね、すごい綺麗に飾れるので一緒に飾ってます。でおねむのデク君もいますね。本当に可愛いこのデク君。でこの机の下にはこっそり DS が隠れていて、でこの下にはね、友達から借りたドキサバとか学園の王子様とかがあります。でもいつでもできるようにここに保管してます。でこの机の横のところが子供たちのちょっとしたキッズスペースになってるんだけど、ここの上のところの棚にもね、ヒロアカのフィギュアがいっぱい載ってます。これも無印の壁に取り付けられる棚なんだけど、ヒロアカは子供たちもね結構好きだから、あとみんなが見えるところに置いてます。ホラーぬいぐるみ、ホラーのぬいぐるみ、あともう一個めっちゃ怖いホラーのぬいぐるみあるよ。そうだよね。でこのぬいぐるみ入れてるやつは3コインズで買いました。でちなみにこの本入れてるやつも3コインズ。一番怖い。怖い。で全然怖くないのはこいつ。かわいいよね、ポケモン。やめろ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 。ちなみに横に飾ってるのはバンプオブチキンの七色っていう曲のジャケットです。で長男の机にも長男が推しのオールマイトや長男が好きなマインクライフトのククとかが置いてあります。見える収納はこんな感じかな。で見せないグッズとかは他のところに一箇所にまとめてるので、次はそっちを見てみましょう。
普段飾ったりしないグッズとかはクローゼット一つ潰して収納にしてるんですけど、こんな感じで押し入れの上の部分を全部おたかず収納に当ててます。で、私はニトリと無印とあとセリアとダイソーを混ぜていろいろ使ってます。この大きいラックはニトリで買いました。結構ね、こう高さ調整とかができるから、こうしまうものによってこう大きさとかも変えられて結構便利です。あとこういう箱とかこういう細々したものを収納するのには結構無印が多いです。で、この引き出しもね無印なんだけど、このちっちゃいやつにはこういうラバーマスコットとかブローチのやつとか細々したちっちゃいものとかを収納してます。で、この3段のやつが私個人的にめちゃめちゃ使いやすくって、ここはねマサトの缶バッジとかを主に収納してるんですけど、こういうのもね全部セリアの OPP に入れて収納してます。で、後ろ側にはちょっと大きめのやつを収納したりとか、この無印のやつもこう仕切りがセットで付いてたりするので、ちょっと分けたいものがあるときは結構便利です。だから本当はねもっとねテプラとかで文字書いて貼りたいんだけど、もうちょっとめんどくさくって、とりあえず全部マスキングテープにわーって書いて入ってる。で、この横にあるこの大きめのやつも無印なんだけど、本当はねこういう形のやつなんだけど、私の収納的に縦に使うのがちょっと難しかったから、うちではこう横に向かせて使ってます。で、この中にはねこう他の収納に入りきらないものとか、あとアクスタの抜け殻とかね、等身大ポスターとかここに収納してます。あとコラボカフェでもらったちょっと大きいランチョンマットみたいなやつとかここに一緒にしまってます。で、これはねたまにお部屋に飾ったりするディスプレイ用のやつですね。ちょっとすごいずれちゃってるんだけど、このディスプレイ用のやつも無印で買いました。これね、アクリルで透明になっててグッズがすごく映えるので、ここにねこう壁につけられる金具とかもついてるので、こうね壁にこうやって引っ掛けて飾ったりとかもできます。で、これ手前にあるのは私が前に作ったシエロさんのスノードームやね。入れ物シーンで買って、あと中身とか飾り、あと残り全部セリアなんだけど、個人的にすごい気に入って可愛いのでこのままで飾ってます。これはねフォロワーさんがねくれたやつ、めっちゃ可愛いの。ちょっと今度またライブがあるので、その時につけていかせてもらおうと思ってすぐ使うのでここに置いてます。めちゃめちゃマサト様が見てる。で、この下の段のところはこう残りのね、なんかちょっと分類が難しいやつと か, なんかアクキーとかピンバッジとかも全部ここに収納してます。こっちは歌っぷりの他のメンバーの引き出しになります。グッズ交換とかするときにおまけでその人の推しのグッズを1個か2個ぐらい混ぜて発送したりとかしてるので、ちょっと引き出しで分けて収納してます。で、この上のこれも無印だな。ファイルボックスなんですけど、ここはコラボとかでもらったクリアファイルとか、あとこれは一番口の空箱ですね。あと内輪とかもここに収納してます。で、ちっちゃい映画館のフィルムみたいなやつがねあったんだけど、これ多分無印やったかな。で、こんな感じで収納してます。本当は多分カード入れとかなんだけど、ちょっと私がぴったりなのが見つけられなくって、とりあえずこれに収納してます。で、ここのファイルもほとんど無印ですね。これは何を収納してるかというと、こういうちょっと大きめのアクスタとかを収納してます。アクスタってさ、めちゃめちゃ無限に増えるから、ちょっとどんどん収納が増えてっちゃうんだけど、この中身のやつも無印のやつですね。100均に A4 サイズのこういう素材のやつがもうなくって、ちょっと私が知る限り無印にしかなかったので、私は無印で全部揃えてます。これ3つとも全部アクスタですね。で、隣のやつはミニアクスタとかが入ってるんだけど、これはね確かセリアで買いました。こういうちょっとちっちゃめのアクスタとか細々したやつとかを分けて収納してます。で、私イベントに行く時とかさ、アクスタ持って行きたい人やけんさ、これをパチンって外してもうこれだけ持ってって持ち運べたりもするから結構便利です。で、この横にあるやつもミニアクスタかな。これもねセリアで買ったんだけど、上と下でちょっと分かれてるやつだった。で、これね素材がねめちゃくちゃしっかりしてて自立するぐらい結構固めなんよね、素材が。結構おすすめです。で、これはね英語ファイルのものとか色紙とかを入れてるやつなんだけど、これもセリアで買いました。こんな感じでね、英語サイズのクリアファイルとかがこうぴったり入るようなものになります。で、色紙とかもねもう一緒に入れてる。で、私内田優馬さんも好きなので、こうファンクラブの開放とかもここにぴったり入るので一緒に収納してます。で、この隣のやつはこれもセリアで買ったかな。これはねパシャコレとかセリアで売ってるこういうシールのやつとか。あ、ちょっと待ってめっちゃ懐かしいやつ出てきた。私これ去年歌プリの 3D ライブに行った時にすぐに内容忘れちゃうからさ、もうひと時も忘れたくなくって
いっぱいメモしたの。興奮しすぎてちょっと何書いてるか全然わかんないんだよね。マサト、手振ってくれた、綺麗、すご、キラキラ、しまい、後で、これも多分無印かな？これにはね、こうクリアファイルとか、映画でもらったこういうポップコーンのやつとか、イベントとかでもらったサッシとか、捨てられなくって、ここに全部収納してます。結構ね、これ生地がめちゃめちゃしっかりしてるから、グッズに傷がつかないように守ってくれる感じがして、私は個人的にすごい好きです。で、これも無印だったかな？これにはポストカードとかを入れてます。これもね、めっちゃ良くってめくりやすいんだけど、ただね、ここからこう入れるタイプのやつだから、こうめくった時に中身が滑り出して落ちちゃうんよね。ちょっとそこだけ難点。これのいいところはね、すごく薄いから、こう収納の幅をね、あんまり取らないから、それはね、めちゃくちゃいい。で、ヒロアカね、こういう A4 ポスターのやつがあったりするんだけど、それも結構余裕を持って収納できるので、こういう分厚めのやつとかも入れても結構しっかりしてるので、めちゃくちゃいいです。で、ちょっと見えにくいんだけど、このファイルたちを支えてるこれも無印で買いました。これがないとね、こう一個ずつこう出すときに全部が崩れちゃったりするから、地味だけどめちゃめちゃ役に立ってます。で、ここの横にあるやつもこれ無印なんですけど、ここにはね、こういう大きめのブローチとか、あと、縫いとか、一番口とかで当たったポーチとかをここに収納してます。こっちも布ポスターとかだね。こういうなんかちょっとファイルに入れるのが難しいやつとかは、こういう引き出しの中に入れて収納してます。これは何だったかな？こっちもヒロアカのグッズですね。カードとかもいっぱい集めてるんですけど、それもね、すごい綺麗に並べられるから、無印のこの収納のやつめちゃめちゃ好きです。こっちはセリアの歌プリのコースターですね。セリアで買った OPP に全部入れて、ここに収納してます。で、これ、その他キャラ、歌プリって書いてるんだけど、全員下のここに収納してあるので、これは、こう、リンゴちゃんとか、歌プリのその他のキャラクターの子たちが、ここの中に収納されてます。で、ヘブンズたちもここに全部まとめて収納してます。もう、ヘブンズね、グッズがないんだよ。そもそもあんまりグッズ展開ないから、もうちょっと増やしてほしいなぁ。ね、こっちは CD とかがここに主に収納されてます。で、これもね、フォロワーさんがくれたやつでね、可愛いけんね、ずっとここに飾ってるのありがとうございます。で、この横には、縫いのお洋服を収納してるんだけど、これセリアの箱とセリアの収納ラックみたいなやつを組み合わせて、お洋服のラックにしてます。靴とかはね、これもセリアで買ったこのカゴの中に全部入れてます。で、ヒロアカね、結構縫いの展開が多くていっぱいあるんだけど、うちはね、こうカゴで収納してます。もうね、カゴにいっぱいこう生えてるのとか見るとね、可愛くって超可愛いからカゴに住んでもらってます。やー、可愛いねー。上の部分はクッションとかぬいぐるみとか大きめのやつをここに収納してます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。インテリアも可愛くしたいけど推し活グッズも妥協できないって方の少しでも参考になればすごく嬉しいです。他にもね、こんな収納良かったよとかあればコメント欄に書いてくれるとすっごく助かります。また TikTok やインスタなどでもオタ活の様子などなど載せてたりもするので、よければそっちもチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。